ウォーターセブンを出航後、不気味な海域フロリアントライアングルに迷い込む一味。そこでヨミヨミの実を食べた骸骨のブルックと出会う。死んで骨だけ、ブルックです。どうぞよろしく。オーカ七部会月光モリアに奪われた影を取り返したいブルックと共に、一味はモリアが支配する島スリラーパークに乗り込み、激闘の末モリアを倒すことに成功した一味だが、そこにもう一人の七部会バーソロミュークマが現れた。政府の命令でルフィを狙うクマの攻撃で全滅寸前まで追い込まれた一味だが、唯一意識を保っていたゾロの命がけの交渉により窮地を逃れる。おい、おめえ生きてんのか。あいつはどこだ。ここで何があった。何もなかった。ブルックを仲間に迎え入れた一味はグランドラインを半周した地点レッドラインに到達する。新世界に入る下準備のためシャボンディ諸島へ向かう途中、一味はかつてイーストブルーで戦った魚人ハッちゃんと再会。ハッちゃんと和解した一味は彼の案内でシャボンディ諸島に上陸する。しかしそこでは天竜人と呼ばれる者たちが横暴な行為を繰り返していた。天竜人とは世界政府を作った王たちの末裔であり、もし逆らえばたちまち海軍大将が派遣されるという。そんな彼らとの間にいさかいを起こし、ハッちゃんが撃たれる。それを目の当たりにしたルフィは激怒し、天竜人の一人を殴り飛ばしてしまう。この一大事件は瞬く間に海軍に伝わり、一味は完全に包囲される。絶体絶命の状況で一人の男が姿を現した。その麦わら帽子は精悍な男によく似合う。会いたかったぞ、モンキー D ルフィ。一方その頃、シャボンディ諸島の各地には超新星と呼ばれる懸賞金額億超えのルーキー海賊たちが集結していた。大変なことになった。麦わらのルフィが天竜人をぶっ飛ばしたって。船の出航準備は？昨日すでに。今すぐ船に向かう。大将なんぞに出てこられてたまるか。出航準備だけしておけ。はい、直ちに。さて誰が出てくるか。ホーキンス船長。落ち着け、今日俺の命日とは出ていない。天竜人を殴っただと？本気か。噂通りの怒り具合だな、麦わらのルフィ。大将と今ぶつかるのはごめんだが、挨拶くらいはしてやろうじゃねえか。面白いもんを見逃したようだ。麦わら屋か。顔を見に行くとしよう。予想より海軍の動きが早いな。おい、ドレークや。手伝ってやろうか。死の外科医トラファルガー・ロー、俺に構う必要はない。突破するまで。やれやれ、すれね。戦闘死亡率
0%。 迷惑な連中だ。おかげでこっちもただじゃ済まねえ。カポネギャングベッジか。今俺たちに思想は見えない。ローマの僧、君の悪い能力だな。魔術師バジル・ホーキンス。野郎ども、やり合う準備はいいか。はい、パーサー。奴らの負けだ。兵力差でな。海賊王の船に？ああ、副船長をやっていたシルバーズ・レイリーだ。よろしくな。しかしよ、ゴールド・ロジャーが処刑されたってことは、一味は全員海軍に捕まったんだろ？捕まったのではない。不治の病にかかっていたロジャーは最後の航海でグランドラインを制覇した後自首したのだ。そして航海処刑の場で大海賊時代の幕開けとなる最後の一言を残した。わずかに灯った命の火を奴は豪華に変えた。我が船長ながら見事な人生だった。じゃあまるでこの大海賊時代は意図してロジャーが作ったみてえだな。そこはまだ答えかねる。ロジャーは死んだのだ。今の時代を作れるのは今を生きてる人間だけだよ。おっさん、一個だけ聞きてんだけど、ワンピースってのは本当に最後の島に？ウソップ！宝がどこにあるかなんて聞きたくねえ。宝があるかないかだって聞きたくねえ。ここでおっさんに何か教えてもらうなら俺は海賊やめる。つまらねえ冒険なら俺は死ねえ。やれるか君に。この先の航海は君らの想像をはるかにしのぐ。敵も強い。君にこの強固な海を支配できるか。支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。そうか。どうにか包囲は突破できたが、すでに海軍の増援が到着しまったか。まずいな。偵察の余裕はないぞ。脱出には骨が折れそうだ。噂のイカレ野郎を一目見に来て。お前が麦わら屋か。そこら中の海軍がお前を目指してやってきているぞ。誰だお前ら。ユースタス・キッドネイ、トラファルガーローね。ルフィ、海賊よ、彼ら。海軍の包囲を破ってここまで来るとは半端者ではなさそうだな。まさかこんな大物にここで出会うとは。名誉シルバーズ・レイリー。間違いねえ。なぜこんなところに伝説の男が。この島じゃただのレイさんで通っている。もはや老兵。平穏に暮らしたいのだよ。それと話は後にしよう。すっかり海軍に包囲されているようだ。犯人は速やかに降伏せよ。直に大将が到着する。どうなっても知らんぞルーキーども。
前ら下がってていいぞ。いや、二人とも手出すな。邪魔になるだけだ。俺に命令するな、ユースタスや。撃て、リペル。なかなかやるね。でも甘いね。やめろー！無駄だよ。今死ぬよ。あんたの出る幕かい、メオレイリー。若い目をつむんじゃない。これから始まるのだよ、彼らの時代は。おっさん、ありがとう。君は行かせん。天の村とも、困ったね。軽い気持ちでこの島に来たのにね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。全員逃げることだけ考えろ。今の俺たちじゃ勝てねえ。レイディーらの助力により無事に撤退できたかと思われたその時、一味の前に本物のバーソロミュークマが立ちふさがった。旅行するならどこへ行きたい。クマのニキニキの身の力により抵抗むなしくチリジリに飛ばされていく仲間たち。ルフィ助け、もうやめろお前。仲間たちが消され、ルフィの悲痛な叫びが虚しく響き渡る。なんだ、俺は仲間一人も救えない。もう二度と会うことはない、さらばだ。絶望に打ちひしがれるルフィもまた同じようにクマの手によっていずこかへと飛ばされる。グランドラインシャボンディ諸島12番グロー。この日、船長モンキー・ディ・ルフィ率いる海賊団麦わらの一味は完全崩壊を喫した。バーソロミュークマに飛ばされたルフィがたどり着いたのは、オーカ七部海ボア・ハンコックが治める尿ヶ島アマゾン・リリーだった。当初気ままに振る舞うルフィを敵視するハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れて心を許し、すっかり惚れ込んでしまう。そんな中、重大な事件が報じられ、黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄エースを捕らえ、新たに七部海に任じられたという。エースが海軍によって公開処刑されることを知ったルフィは、ハンコックの助力を得て兄が幽閉されているインペルダウンに潜入。そこでバギーや元バロックワークスのエージェントたち、革命軍幹部
イワンコフら囚人たちの協力で最下層に到達するが、エースは海軍本部に移送されていた。俺行くよ海軍本部。もし諦めたら悔いが残る。上層階への通路を塞がれた一行は、さらにかつての強敵クロコダイル、戦争に反対して投獄された大岡七部会海峡のジンベエを加え脱出を図る。そんなルフィたちの前に意外な男が現れる。かつてジャヤで出会いエースを捕らえて海軍に引き渡した張本人、黒ひげであった。ずはー、久しぶりだな麦わら。もうすぐ始まるぞ、おめえの兄貴の公開処刑がよ。ずはははは。黒ひげに挑発され、怒りに任せて戦いを挑むルフィだが、ジンベエの説得によりエースの救出を優先してインペルダウンを脱出する。しかし海軍本部へ続く航路上には正義の門が立ちはだかる。それを開くためミスター2はただ一人獄内に残った。ボンちゃん、門がもう閉まる。俺たち行くよ。ありがとう麦ちゃん。必ず兄貴救ってこいや。ミスター2の覚悟を胸に海軍本部マリンフォードへ向かうルフィたち。そこにはすでに海軍大将や大岡七部会海兵の大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥千石はこの戦争の意義について語る。それはエースの生い立ちに関する驚くべき事実であった。ここは海軍本部マリンフォード。白ひげ海賊団との決戦に備え海軍大将や大岡七部会をはじめとした大軍勢が集結していた。公開処刑を前に海軍本部元帥千石はこの戦争の意義について語る。諸君らに話しておくことがある。ポートガス D エース、この男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだ。エース、お前の父親の名を言ってみろ。俺の父親は白ひげだ。違う。違わねえ、白ひげだけだ。他にはいねえ。当時我々はかすかな情報を頼りに必死に探したのだ。あの男の子供がいるかもしれないと。世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールドロジャーだ。2年前か、お前が自身の海賊団を結成し船長として卓越した力と速度でこの海を駆け上がっていった時、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が絶えていなかったことに。だが我々と時を同じくしてそれに気づいた白ひげは、お前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。
まさか。湾内、海底に影が。モビーディック号が来た。白ひげ。やららららら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららら、らちょっと待ってな、エース。親父。勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。ゲララ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 。アイスエイジ。若造が。わあ！ルフィ！エース！やっと会えた！助けに来たぞ！久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう？やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか？これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか？そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえの時じゃ命はねえぞ。うるせえ！おめえがそんなこと決めんな！俺は知ってんだぞ。お前、海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ！クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。始めろ、若犬。流星火山。何がおかしい、ドフラミンゴ。何がおかしいかって、この時代の真ん中にいる感じさ。しまった、お前ら俺から離れろ。やめろ、ドフラミンゴ。海賊が悪、海軍が正義。そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。平和を知らねえガキどもと戦争を知らねえガキどもの価値観は違う。頂点に立つ者が善悪を塗り替える。今この場所こそ中立だ。正義は勝つって。そりゃそうだもん。勝者だけが正義だ。
あらら、とうとうここまで。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。かわいいね、この若さ。エースは返してもらうぞ。ゴムゴムのスタンプガトリング。いや、セカンド。遅いね。お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな。あらら、度胸だけじゃねえ、麦わらのルフィ。力がねえのなら救えねえもんは頑張ったって救えねえよ。それ見たことか。だから言わんこうじゃなっせべる。息はあんの、麦わらボーイ。イワちゃん、離せ、おっさん。俺は、こいつはもう十分やった。手当てを。あ、はい。いらねえ、そんな時間ねえよ。邪魔すんな。エースは俺の世界でたった一人の兄弟なんだぞ。必ず俺が助け。おざくだけの威勢の塊、若く無様、そういうバカは好きだぜ。必ず助けるぞ。待ってろよエース。諦めんじゃねえぞエース。くそ、俺は歪んでる。こんな時に親父が、弟は、仲間たちが血を流して倒れていくのに、俺は嬉しくて涙が止まらねえ。今になって命が惜しい。うわぁ、クソったれ。ウルトシナミは超えられんか、白ひげ。中将じゃ。お前が生まれる遥か昔からわしは海賊たちと戦ってきた。ここを通りたくば、わしを殺してでも通れ、麦わらのルフィ。それがお前たちの選んだ道じゃ。できねえよじいちゃん、どいてくれ。できねばエースは死ぬだけだ。嫌だ。嫌なことなどいくらでも起きる。わしゃ容赦せんぞ。ルフィ、お前を敵と見なす。
親だガーブ。待て。戦国。私から逃げられると思うな。ルフィ、お前ってやつは。麦わらのルフィ、お前も死刑に値する。兄弟ともに私の手で処刑するのみ。ゴムゴムの奇岩と風船。処刑台が崩れる。落ちるぞ。撃て。手台ごと吹き飛ばせ。爆炎の中に炎のトンネルが。お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで無茶ばっかりしやがって。エースー。戦えるか、ルフィ。もちろんだ。ここでの目的は果たした。もう俺たちはこの場所にいようあれ。今から伝えるのは最後の船長命令だ。よく聞け、白ひげ海賊団。最後って、ちょっと待てよ親父。縁起でもねえ。一緒に新世界へ帰るんだろ。親父、お前らと俺はここで別れる。全員必ず生きて無事新世界へ帰還しろ。ほら、時代の残党だ。新時代に俺の乗り込む船はねえ。行け野郎ども。やだ、親父。船長命令だ、行くんだよ。ずいぶん長く旅をした。蹴りをつけようぜ海軍。おやじ、行こう。おっさんの覚悟が。分かってる。無駄にはしねえ。白ひげを討ち取れ。聞かせろエース。俺が親父でよかったか。もちろんだ。ラララララララ。エースを解放して即退散とは、腰抜けの集まりじゃの。白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮千の時代の敗北者じゃけ。エース、敗北者取り消せよ今の言葉。
白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にゃあつらえ向きじゃろうが。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。ゴギアじゃ言うて油断しちょりゃせんか。お前はただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう見ちょれ。おい待て、ルフィ。息はありそうじゃの。次こそお前じゃ、麦わら。赤犬さん危ない。レイボー、どれ。ごめんな、ルフィ。エース、急いで手当て。ちゃんと助けてもらえなくてよ、すまなかった。何言ってんだ、バカなこと言うな。誰か手当てしてくれ、エースを助けてくれ。無駄だ、自分の命の終わりくらいわかる。もう持たねえ。だから聞けよ、ルフィ。何言ってんだ、エース、死ぬのか。約束したじゃねえかよ、お前絶対死なねえって言ったじゃねえかよ、エース。そうだな、サボの剣とお前みてえな世話の焼ける弟がいなきゃ俺は生きようとも思わなかった。誰もそれを望まねえんだ。仕方ねえ、心残りは一つある。お前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だ。昔誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ、嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものはどうやら名声なんかじゃなかったんだ。俺は生まれてきてもよかったのか。欲しかったのはその答えだった。もう大声も出ねえ、ルフィ。俺がこれから言う言葉をお前、後からみんなに伝えてくれ。親父、みんな、そしてルフィ。今日までこんなどうしようもねえ俺を、鬼の血を引くこの俺を。愛してくれてありがとう。
エースの弟を連れてけよい。全部そいつの命は俺たちが守る。わかった。ルフィ君、気をしっかり持て。おい、あそこにいるのは誰だ。ズハハハハ、久しいな。死に目に会えそうでよかったぜ、親父。黒ひげ海賊団。てめえだけは息子とは呼べねえな、ティーチ。俺の船のたった一つの鉄のルールを破り、お前は仲間を殺した。このバカの命を取って俺がけじめをつける。ゼハハハハ、望むところだ。やってみやがれ。ウィーハハハハ。次から次へと。じゃがルフィ君を巻き込むわけにはいかん。麦わら屋をこっちへ預けろ。お前さん、何者じゃ。麦わら屋とは、いずれは敵だが悪縁も縁。こんなところで死なれてもつまらねえ。そいつをここから逃がす。一旦俺に預けろ。俺は医者だ。まだルフィ君の意識が戻らん。担いでそっちへ連れて行く。すぐに手当てが必要じゃ。それでいい、任せておけ。お前じゃねえんだ、ロジャーが待ってる男は。まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。決意を立てと、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か、全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが、あの宝を見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す、その日は必ず来る。くワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。死んでやがる、たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート、通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。さあ始めるぞ。見せてやるよ、最高のショー。黒ひげが出てきたぞ。おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。これが俺の闇闇の実の力。そしてあの構え。おやじの能力。全てを無に返す闇の引力。
全てを破壊する自信の力、俺こそが最強だ。この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。誰も俺を止められねえ。全てを壊し飲み込んでやる。海賊という悪を許すな。急げ、麦わらよ。こっち置いてきなよ、麦わらのルフィをさ。そこまでだ。もうやめましょうよ。これ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。数秒無駄にした。正しくもない海兵は海軍にはいらん。来たんだ。痛いことを言わない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くこの世界の運命を大きく変えた。なんでここに四皇が。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。バギー、そいつをルフィに。麦わら、お前にあげたい宝の地図があるんだ。本当か。おい待ってろ、届ける。まだ暴れ足りねえ奴がいるのなら来い、俺たちが相手してやる。どうだティッチ。いや、黒ひげ。ぜぇ、やめとこう。まだ時期が早い。全員、この場は俺の顔を立ててもらおう。戦争は終わりだ。後にマリンフォード頂上戦争と呼ばれる史上空前の戦いは、シャンクス率いる赤髪海賊団の仲裁によってその幕を閉じた。瀕死の重傷を負ったルフィはハンコックにかくまわれ一命を取り留め、だがエースを救えなかったことで自責の念に苛まれ自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。見かねたジンベイは力ずくでルフィを諭す。ルフィ、失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せえ、お前にまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。大切な仲間の存在を再確認したルフィは集合場所であるシャボンディ諸島に向かおうとする。そこへ明ヶ島に訪れたレイリーと遭遇。彼の言葉を受けルフィは自分たちの身に起きたことを改めて振り返る。私から提案がある。乗るかそるかはもちろん君が決めろ。しばし後、レイリーの提案を承諾したルフィはシャボンディ諸島へ向かわず、ジンベイと共にとある行動を決行する。麦わらのルフィが生きていた。また海軍本部に乗り込んだんだって。一体何が目的でこんなことを。ああ、そうか、分かったぞ。了解。そうか、
ルフィ。わかった、わかったぞルフィ。人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。世界各地に飛ばされていた仲間たちはルフィのメッセージを受け取り、各々力をつけた後再集結することを心に誓った。2年後にシャロニー諸島へ。